今からできるピントレシピ。5時19分頃はお腹が空くんです。はい、今日はありがとうございます、はい、よろしくお願いします。さあ今日はですね、おつまみレシピです、はい、そしてさらに秋の味覚を使います。何だと思いますか？舞茸、見えてます。見えてましたか。早いですね。そうです、舞茸を使います、まあ、こちらのヘルシーで香りも高い舞茸を洋風の天ぷらにします。洋風の天ぷら、はい、その名も、そうです、こちら舞茸のフリット、洋風っぽいでしょ、はい、そしてさらにいろんなお味、香りのフレーバーソルトで楽しんでください。はい、はい、では作っていきますよ。まずはやっぱり天ぷらの大事な大事な衣です。こちらは小麦粉です。はい、たっぷり入ってます。で今日は普通の天ぷらよりもサクッとカリッとするんですよ。嬉しい、はい、こっちの方が大好き。好きですか、はい、今日はですね、そのカリッサクッポイントがあります。まず一つ目がこちら、片栗粉を入れます、はい、で混ぜ合わせます。ささっと。そしてカリッサクッポイント二つ目がこちら、炭酸水です。炭酸水、はい、冷たい炭酸水、これがですね、もう見てください、こう泡がシュワッと出ていてですね、はい、でもこれが揚げるときに衣にこう、この、炭酸水が入ってるじゃないですか、はい、なので熱すると、はい、その空気がブワッと蒸発するんですよ。パチパチになるってことですか？そうなんです。なので普通の水だけよりもサクッとするんですよ。いいですかね、このぐらいです。あまりちょっと私焦って混ぜましたが、あまり炭酸を逃さないようにゆっくりと混ぜてください。炭酸が飛ばないようにそーっとやった方がよかった。そうなんです、大丈夫かな。でここに舞茸を今全部入れました。で絡めて、さあ参りましょう。コンロです、揚げていきます。はい、はい、まあ、全部にしっかりとつかなくてもだいたいこのぐらい衣をまとってくれたら OK です。さあでは今油を入れて熱しております。一つずつ丁寧に入れていきましょう。はい、はい、ぜひ岸さんもご結婚された際には奥様に作ってあげてください。簡単なので全然先の話なんですけど、まあ、結婚何年後になるかしら、何十年後になるかもしれませんよ。今からでも練習できます。これ覚えておかないといけないですね、はい、もう本当に簡単なんですよ。この始まってからの時間内でささっとできてしまう。さあではカリッと揚がるのでしょうか。揚がるでしょう。その間にフレーバーソルトを作っていきます。何フレーバーでしょうか。今日はですね、まあ、今市販でゆかりだったり抹茶塩だったりいろいろあるんですが、はい、こちらの私の故郷大分のカボスを使います。おー、カボス、はい、でさらに今からこちらでおろしますので、おろしたてのフレッシュ爽やかなカボスの香りを皮ごと、はい、皮をおろしていくんです。絞らないんですか、果汁を。そうなんですよ、絞っちゃうとベチャッとなっちゃうので、この皮の部分を使います。かっこよ。でおろした後はまたちょっとカボスポン酢とかにしてもいいでしょうしね。丸ごと使ってください。あー、もうやっぱり大分ではこうやって食べるんですか。大分人でも今日初めて、初めて、はい、皮をすりおろしております。いやでも本当香りがいいですよ。吸ってる間にふわっと立ってきました。もうちょっとかな。柚子とかでもいいかもですね。よし、こんな感じでしょうか。はい、おではこちらを、あー、そんなに取れるんですね。はい、水分ないですからね、皮なので。もうちょっとかな。はい、こっち間違えました。こっちのお塩の中に入れるはずでした。あ、ワンクッションの、はいはいはい、でこのお塩に香りのいいカボスの皮を混ぜます。もうですね、ほんとさっき食べたんですけど、はい、お塩の部分だけしかさっきつかなかったんですけど、それでもやっぱ香りがですね、いい感じにこうふわっとなってるんですよ。さあではソルトができたところで、上がってるかどうか、ちょっと綺麗に上がってますよ。大成功じゃないですか、これ。お、ふんわりしてる感じしますよ。いや、
どうだ？すっごいしっかりと衣もまとってますし、もうね、これ分かりました。カリッと感があります。もう今持っただけで分かりました。持っただけで分かるんかい？分かりますよ。カリッと、なんか、いや違う違う、私こんな風に家で揚がったことないです。おー、よし、ではこちらのバットに揚げていきましょう。舞茸ってなんで舞茸っていうか知ってます？何ですかその謎謎は。さっき調べたんですよ。はい、諸説あるらしいですけど、はい、まずこう舞ってるような形ね。そして、はい、珍しかったねって昔。舞茸がですか？そう。で見つけた時嬉しくて舞っちゃうみたいな。今日美味しくて舞っちゃうかもしれません。美味しいかな。美味しくなかったら舞いませんよ。岸さんも舞茸になると思いますきっと。岸さんも舞茸になる。よし、どんなもんだ。どんどんハードルが上がっていますか。絶対に美味しいです。はい、いやもう本当にもう今軽いですもん、持っててサクッとしてますよ。これは絶対にもうちょっと盛りましょうか。 このぐらいでしょうか。おー、なんかお店っぽいですよ。ですよね、ですよね。硬さが出ていますよ。盛り方もありますよ。盛り方もちょっと舞茸風な、まばせてみました。し、はい、こうですかね。こんな感じでしょうか。できました。フレーバー塩でいただいてください。舞茸のフリットです。フリット、はい。では岸さんの前にまだ、はい、今、はい、今試食がありませんが、あ、やってきました。来た来た来た、到着。カレー塩とカボス塩と、そしてこちらは、トリュフ塩です。はい、じゃあ市販のものです、トリュフは。カボス行くしかないでしょうね。ありがとうございます。あれ？添えてくれると思いました。持った感じ軽いぞ。いただきます。おお。おお。パクパクしてる。よかった。成功。うまっ。これが家で出てきたらちょっと疑います。買ってきたでしょって。今目の前で作りましたよ。舞茸もうまい。抹茶うかも。大成功ですね。ありがとうございます。おいしい。よっしゃ、舞茸のパン。ありがとうございます。満足。作ってみてください。はい、今から出てきて、はい、ピントレシピでした。